節足闘技場バグズロワイヤルでは、昆虫をはじめとする様々な節足動物が戦闘を行います。残酷な描写が含まれる可能性があるため、虫が苦手な方、動物の戦いが苦手な方は視聴をご遠慮ください。ここまで強豪相手に2連勝中、ミドル級異種格闘技王者パプアヒンルクワガタへの挑戦権を保持しているブッダノコギリクワガタ。今回は王者挑戦権争奪戦の最終局面。第3代頂点捕食者のマレーキャンサースコーピオンに加え、バトル映像初解禁、未知なる強豪も参戦。王者挑戦権を狙ってブッダノコギリクワガタに襲いかかる。果たしてタイトルマッチに臨むのはどの虫だ。一番勝負、赤コーナー挑戦権保持者、強心の魔像ブッダノコギリクワガタ。バーサス青コーナーチャレンジャー、黒金の巨怪武神マレーキャンサースコーピオン。レディーファイト。さあ絶好調ブッダ対するはマレーキャンサースコーピオンです。マレーキャンサーはですね、前回の異種格闘技トーナメントでは、パプアキーロに負けたんですが、しかしライオット3でですね巻き返しまして、大カマキリ、やっつけました。さあ一体今回はねブッダのコギリクワガタ、このクワガタ相手に、どう戦うんでしょうか。マレーキャンサースコーピオンでやります。さあしかし捕まったか捕まったか。さあこれはかなり嫌なところを捕まりましたが、しかしなんとか抜けましたか。さあ今のところかなり後手に回っておりますマレーキャンサー。やっぱりクワガタ苦手なんでしょうか。さあ今顎を挟んでなんとか攻撃していましたが、おっとまた尻尾か。さあ尻尾を掴まれて、なんとかここはしかし足元を挟んでの足攻めですね。クワガタは足攻めをされるとちょっと嫌がる傾向がありますから、それがさあしかし今度はやり返しと言わんばかりにブッダのコギリクワガタがマレーキャンサーの足を挟む。さあそして今度はハサミを捕まったか、ハサミを捕まったか。さあしかしマレーキャンサーなんとか脱出、尻尾を使いながら脱出しますが、しかし逃げた先にはまたブッダがいる。さあブッダのコギリクワガタが、おっとどうか。さあ今逃げようとしたところをすごい角度で捕まりました。さあこれはどうすればいいんだ。ハサミが反対方向を向いてますから、クワガタの方に向いていません、ハサミが。さあちょっとプルプルしてます。硬直してしまいましたマレーキャンサー。あープルプルしてる、プルプルしてる、すごいプルプルしてます。さあやはりクワガタは、クワガタは強いですねやっぱり。さあサソリ、マレーキャンサーはちょっとクワガタ苦手ですから、さあこれなんとか抜けたいが、角度的にきついか、物理的に届きません。ここからはさあ針を打とうにも体が硬いから入らない、ハサミは届かない、万事休すかマレーキャンサー。ブッダがやはり勝つのか。ここまで2連勝中ブッダのコギリクワガタ。さあなんとかマレーキャンサー手を伸ばしますが、しかし届きません。マレーキャンサー届かない。いやブッダのコギリクワガタ、青ズムカリ、そしてビネガロンに続きましてマレーキャンサーも下していくんでしょうか。さあマレーキャンサーはもうちょっと硬直してますね。まあそうですね、出血とかはないんで死んではないと思うんですが、死んではないんですが、しかしちょっとどうでしょうか、諦めてしまったんでしょうか。全く動かなくなりました。なあ全く動きませんマレーキャンサー。これはブッダのコギリクワガタやっぱり強かった。ブッダのコギリクワガタが3連勝。2番勝負、赤コーナー挑戦権保持者、強心の魔像ブッダノコギリクワガタ。バーサス青コーナーチャレンジャー、不滅のバジリスク、アフリカンバンデットセンチピード。レディーファイト。さあ最後の挑戦です。ブッダのコギリ対する、おっと早くも
さあ、なんと先手を取っていったのは、アフリカンバンデットセンチピード、今回初参戦のこのも、ムカレでございます。これ、大ムカレではなくてですね、古いムカレという、さあ、なんと凶暴、なんと凶暴、さあ、この大ムカレではなくて古いムカレという変わったムカレの種類なんですが、しかし、そんなことを言ってる間に試合のペースを握っているのはまさかのバンデットセンチピードの方だ。さあ、先ほどから先制攻撃常に決めているのはバンデットセンチピード。さあ、尻尾を上げて威嚇しながらといったところでしょうか。ここは一旦かわします。さあ、どうでしょう。さあ、どうと、さあ、狙うされて捕まえた、なんと、さあ、今、どうでしょうか。足の付け根あたりに噛みついたように見えました。さあ、このバンデットセンチピード非常に凶暴です。アフリカのですね、これはカメルーンに生息しているムカデの一種なんですが、さあ、なんと今まで全く危なげなかったブッダノコギリクワガタを、まさかの一方的に攻め立てるという、そういった状況になっております。ブッダノコギリクワガタ、ちょっと気にしているか、噛まれた部分が気になるんでしょうか。ブッダノコギリクワガタ、少し不自然な動きになっております。さあ、毒は強いんでしょうかね。さあ、どうでしょうか。これは完全に繊維がそもそも喪失している。ひっくり返った。さあ、どうでしょうか。ブッダ残りる方、これはちょっとダメージがあったのか。なんと、クワガタ撃破です。なんと、ここで最前線に躍り出たのは、アフリカンバンデットセンチピードだ。ブッダ残りる方、軽度麻痺により、バンデットセンチピード TKO 勝ち。3番勝負、赤コーナー挑戦権保持者、不滅のバジリス、アフリカンバンデットセンチピード VS 青コーナーチャレンジャー、死を呼ぶ青い毒が青ズムカネ。レディーファイト。さあ、初戦でまさかの挑戦権強奪しましたバンデットセンチピード、対するは青ズムカでリベンジマッチです。まあ、リベンジマッチと言いますか、まあ、再トライといったところでしょうか。ブッダには負けていますから、ここで再びチャンスをつかみたいところ、ムカデ同士の対決です。さあ、どうでしょうか。おっと、さあ、早くも絡みついていったのはバンデット。さあ、尻尾をすごい、ブンブン振り回して、相手を掴もうというところですね。さあ、対する青ズムカでの方は、どうでしょうか。様子を見ながらといったところでしょうかね、青ズムカでは。さあ、どうでしょうか。少し繊維喪失気味なのか、それともまだあまり認識はしていませんかね。さあ、向かっていきます、青ズムカで。あ、威嚇はしていますね。認識はしているようですが、さあ、どうでしょうか。捕まったか。なんとかここを外しましたが、さあ、この尻尾を使った動きが素早いです。そしてこう、尻尾のですね、栄光子でガリッと掴むんですよね。相手を、さあ、掴んで。さあ、尻尾に今噛みついたかどうか。さあ、おっと、さあ、すごい凶暴です。バンデットセンチピード。そして、青ズムカデの方はもう早くも、タジタジか。さあ、また向かってくるぞ。さあ、バンデットセンチピード。今回初参戦で2連勝なるか。青ズムカデは、いいとこ見せたいですが、しかし、ペースを握っているのはずーっとバンデットセンチピードです。さあ、バンデットがまた、頭を上げて、さあ、これは怖いですね。バンデットが近づくと、ギューンって、来ますから、さあ、掴んで。さあ、この、なんて言うんでしょうか、ヘッドシザースみたいな感じですね。一番後ろの足で、相手の頭とか体をこう掴んで、ボディシザースとかヘッドシザースのような、プロレス技のですね、足で相手をこう掴む技があるんですが、それみたいな感じでしょうか。さあ、まあ、また寄っていったら捕まるぞ。大丈夫か、青ズムカで。さあ、日本代表ムカで、青ズムカでですが、しかし、バンデットの前にはどうしようもないのか。さあ、捕まった。さあ、これはちょっとペースが、だいぶ、バンデットに偏ってますね。青ズムカでは、大ムカでなんですが、さあ、しかし、バンデットがさ、自分の反応が良すぎてひっくり返りました、今、バンデット。さあ、そして怒ったか？自分でひっくり返ったのに怒るのか？さあ、そうだ、おっと！今どうでしょう？背中に噛みついたか？しかし、青ズもどうか？青ズも噛みついたか？どうでしょうか？今、青ズかバンデットか？両者噛みついたんでしょうか？しかし。さあ、今、絡み合いましたが、また掴む。バンデットの気性が荒すぎます。そして、どうでしょうか？あんまり、
噛まれたところに向かってはすぐ気にしてこう自分で舐めるんですが、そういうのをしていないので気に入ってないのか噛めてないのかといったところでしょうか。さあ、青ゾもどうでしょうかね。気にしてはないので入ってないのですかね。どうでしょう。さあ、しかし、おっと、これヘッドシダースが来るぞ。ダオズムカではどう攻めるか。さあ、正面から向かっていくか。しかし、ここも回避といった形でしょうかね。青ズムカで。バンデットがちょっと強すぎますね。さあ、青ズ向かっていきますが、おっと、さあ、おっと、さあ、青ズ先制攻撃が、しかし、カウンターが飛んできました。そして、さあ、これは青ズムカで、さっき攻撃したんですが、さあ、どうだ、おっと、ヘッドシザースだ。さあ、これはちょっと、なんとか逃れましたが、ぐるっと一回転、そんな感じになりました。さあ、また捕まるぞ。さあ、どうでしょうか。捕まえた、捕まえた。さあ、今、挟んで頭に噛みつこうとしましたが、青ズムカでなんとか逃げました。スピードでは、負けてませんよ、青ズムカで。さあ、しかし、やっぱり、こう、攻めに回ってる分、バンデットの方がだいぶ有利ですね。スピードでは、そこまで負けている感じはありませんが、しかし、やっぱり近づくと一気に尻尾が来て、で、抑え込んで頭で噛みつくっていう、この二段構えが、かなり厳しいところです。青ズムカで。さあ、反応がいいですよ、バンデット。さあ、どうでしょうか。捕まるか。なんとか逃げた。なんとか逃げましたが、しかし、追ってくる。さあ、そして尻尾で掴んで。もうやりたい放題です、バンデット。なので、ね、背中に、わかりますかね。背中こう、しましまの模様になってるんで、バンデットって言うんですが。さあ、そんな話をしている余裕はないぞといったところでしょうか、バンデットが。攻めております。さあ、また今度は尻尾で掴まず、直接噛みついた。さあ、抑え込まなくても直接の噛みつきもあります。バンデット、隙はなし。さあ、オズムカでまた近寄っていきますが、来るぞ。さあ、尻尾を振り上げて、そして顔面噛みつき。どうでしょう、今入ったかどうか。首筋あたりに噛みつきに行きましたが、さあ、また掴んだ。さあ、もうやられたい放題です、オズムカで。オズムカでがまた近寄っていきますが、バンデットがさあどうでしょうか、尻尾で。もう、さあ、オズムカでは防戦一方です。バンデットがさあどうだ、今噛みましたか、今入ったか。アオズムカで、どうでしょう、苦悶の表情なんでしょうか、アオズムカで。さあ、戻ってきたが、どうでしょう。さあ、尻尾で抑え込んでといったところ、ここは一旦距離を取ります、バンデット。さあ、ちょっと掴んで、なんとかここも、アオズもやっぱり反応スピードはまだまだ衰えていませんが、ちょっと動きがおぼつかなくなってきたような気もします。どうでしょうか、アオズムカで。さあ、どうでしょう、捕まったかどうか。おっと、なんとかここも抜けましたね。アオズムカで回避能力は高いです。さあ、また近寄っていってしまいますが、そうすると来るぞ。さあ、防戦一方、アオズムカでさっき一回攻めたんですが、しかしカウンターが来てしまいましたから、また噛みついて、さあ、また今どうでしょうか。さあ、また正面から、尻尾で攻撃。さあ、このステゴサウルスみたいにビタンって、尻尾で叩きます。バンデット。青ズムカでは、全員喪失でしょうか。さあ、なんとか頑張ってほしいですが、青ズムカで。そっちに行ったら危ないぞ。行ってしまった。なんとかここは。さあ、早めに気づいて逃げましたが、そっちも危ないぞ。捕まるか。なんとかここも脱出。青ズムカでヒヤヒヤしておりますね。さあ、おっと、どうでしょう、今。噛みついたかどうか。さあ、どうでしょう、また近寄っていってしまうとさあ、すごいです。大きな牙をひんむいて。さあ、どうでしょうか、尻尾で攻撃、アタック。さあ、どうでしょうか、おっと、今入った。さあ、完全に今。さあ、首に、押さえ込みながら首に今完全に牙が入りました。さあ、錯乱しています。悶絶しています。青ズムカで悶絶。これは効いてしまった、青ズムカで。ああ、動きが、どうでしょう。ちょっと、おかしくなってますかね。さっき頭バタバタバタってしましたね、青ズムカで。これは効いてしまった。バンデット2連勝だ。青ズムカでも、ここで敗れました。バンデット快進撃2連勝です。なんと、ブッダノコギリクワガタを倒し、2連勝で挑戦権保持者となったのは、アフリカンバンデッドセンチピード。
果たしてアフリカンバンデッドは王者パプアキンイロクワガタに勝てるのか。